はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございます。知識のあるなし上下つけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、ゴジラ速報なんとですね、やっと11月3日公開の山崎隆監督の、ゴジラの新作のまあ、ティザーがねやっと出てきました。なぜか朝の4時ということでね、僕たまたま起きてて4時半ぐらいにね見ましたけれどもね、そこでねやっといろんな情報が少しだけ出てきましたので、今日はその速報をねレビューしていきたいと思います。まあ、11月3日にね、まあ、ゴジラがやるっていうのはずっと言われてたわけですけれども、全然ねその情報が出てこない中、やっとティザーで出てきた情報がですね、まずタイトルがゴジラマイナスワン、ゴジラマイナスワンね、ちょっとねかなりイレギュラーなタイトルですよね。VS シリーズでもなければね、ゴジラ何々でもない、ゴジラマイナスワンというタイトルで、まあ、監督が、まあ、山崎隆、脚本山崎隆、そして VFX 山崎隆ということでね、なんかこのクレジットもちょっと気になるね。 VFX 別に自分で作ってるわけじゃないよね、多分監修だよね。あ、だからやっぱここはね、やっぱ日本の邦画界のやっぱ 3DCG をね扱った映画監督では、まあやっぱ大作の中ではね、こう一番の代表としてのあの山崎隆、 VFX も監修してるよっていうところがね、やっぱちょっと売りなんだろうなと思いますよね。まあちょっとね、まあ懸念点っていうかね、ちょっと気になるのはね、ロボットが制作してるっていうことでね、まあ僕あんましロボット制作の映画であんまり面白そうだなって思ったことあんましないんで、ロボットかなんてね、まあちょっと思っちゃうところもありますけれどもね、まあ、山崎隆監督はずっとロボットなのかな、はい、とかも思う。まあロボットがね制作ということで、で、なんと設定がねちょっと面白いですよね。設定が戦後日本ね、戦後日本全てを失われてしまった無の状態の日本にゴジラが現れて、無がマイナス A、ゴジラマイナス1というね、設定なわけですよ。これね、まあ、結構面白いですよね。まあ、あの、昭和、初代ゴジラが1954年で、それよりも以前にゴジラが現れてきたという設定。まあ、シンゴジラっていうね、まあ、作品が、もうこの前に大ヒットしてね、まあ、ゴジラブームをまたね、再熱させたような作品でございますからね。その後に新作を作るってなるとね、まあ、何をやるんだろうっていうのはすごい気になってたところで、この誰もまだ手垢のつけてなかったね、初代ゴジラの前で戦後であるっていう、このピンポイントのわずか9年間ぐらいのね、このピンポイントの時間に焦点を当ててやってくるっていうのはね、まあすごいな、まあそれだけで結構ワクワクするっていうか、ちょっと面白そうですよね。まあただ気になるのは、まあ初代ゴジラとどうしても比べなきゃいけなくなっちゃうなって思いますよね。だって舞台も同じ昭和の戦後日本なわけだから、まあ近しい部分はあるだろうしね。はい、あ。で、シンゴジラも、なんなら初代ゴジラをリブートしたっていうかね、あの、リメイクっていうか、もう大胆に改変してやり直したような作品がシンゴジラだったと思うんで、今回もどうしても、初代ゴジラを意識したものになるのかなっていう雰囲気はあるし、何せ舞台が同じ昭和っていうことで、まあ、オマージュだったりとかね、意識したシーンがあるのかもしれないしね、まあそこら辺は初代ゴジラと比べられちゃう部分が、どうしてもあるなーっていうふうには思います。ただね、やっぱ面白そうなのは、その戦後負けたばっかの日本がどうやってゴジラと戦うのっていうところも結構面白そうですよね。しかも戦後って言っても敗戦直後なんで、日本人のメンタルもどのように描かれるのかも気になってて、まあ、戦時中といえばね、もう特に太平洋戦争末期なんて、もうね、子供たちが竹槍で戦うんじゃーみたいなね、教育受けてたような頃で、あのみんながねまさか負けるとは思わなかったってギリギリまでね信じてた日本が裏切られてね、国に裏切られて、子供たちっていうのはねもう大人に対してねとんでもない不満や、不信感を抱いたあの瞬間でしょ、天皇のねあのラジオの放送から聞こえてみんながね膝を崩れた瞬間だと思うので、どういうメンタリティで日本人が描かれてそれってゴジラと戦うんだろうっていうのもまあちょっと気になるし、これ山崎隆監督のね、まあ、手腕がどういう風にね、なるのかね気になりますよね。まあ、あともう一個気になるのは、まあ、やっぱゴジラの存在ですよね。やっぱゴジラといえばどうしてもその原発、うん、原子力、まあ核っていう問題と切り離せない、それを切り離しちゃったらもうそれはゴジラじゃなくて別にキングコングでもいいし何でもいいじゃん、ただのモンスターになっちゃうんで、そうじゃなくてやっぱりこのゴジラっていうのは核とか原子力の問題が常に
やっぱりセットとなっていて、そこにオリジナリティがあるし、そこにゴジラの持つドラマっていうのがあるので、それはねどういう風に描かれてくるんだろうと。でビキニ干渉より前になるんで、なぜゴジラが日本に現れたのか、なぜ突然現れたのか、そしてなぜ日本を襲うのかとかも、ここら辺の設定も気になりますよね。やっぱ山崎隆監督ね、脚本もやるっていうことなんでね、山崎隆脚本どう、みんなねどう思います？期待してますか？まあ僕はまあ不安っちゃ不安なんですけれども、まあ気になるよね。まあだからそのドラマ主体でいくのか、シンゴジラとかね、初代ゴジラのようにドラマ主体で描かれていくのか、それとも VS シリーズのように迫力のある、アクションを見せていくゴジラになるのかね、ここもまだわからない。で、ただ、まあ、画面を見た感じね、これは明らかにゴジラザライドを意識したゴジラになるだろうと、まあ、ファンはね、今、ツイッター上でね、湧き立ってるわけですね。このゴジラザライドね、めっちゃ面白いです。まずゴジラザライドはもうめちゃくちゃ面白い。もう山崎隆監督の最高傑作ともね、名高いですからね。まあもちろんこれもね、ゴジラザライド、乗った日に買った T シャツだしね。このユニコもですね、このユニコちゃんもゴジラザライドを乗った日に、手塚治虫のね、なんかお土産屋さんで買ったのがこのユニコですよ。まあそれの映画、まあそれがあっての映画っていうのはまあわかるんだけど、ただまあ、映画とアトラクションは全然違いますからね。まあ、あのアトラクション感をやるのか。まあ、それはそれで新しいよね。今までそこまでアトラクション感のあるゴジラってなかったから、それこそ 4DX 推奨の、ゴジラマイナスワンみたいなのは、まあ、新しい、打ち出しとして、まあ、それはそれでちょっと楽しみっていうか、見たいな。まあ、何かと比較できない分ね、純粋に楽しめそうだし。まあ、あとゴジラのデザインね。これもツイッターで結構みんな好きなんですね。ゴジラの、ゴジラザライドのデザインね。で、僕ね、あんまり実は好きじゃなくて、っていうのもレジェンダリー版のゴジラっぽいじゃん。レジェゴジっぽいじゃないですか。で、僕、レジェゴジそんなにデザインそんな好きじゃなくて、ゾウっぽい感じ、足がゾウっぽい感じとか。だし、わざわざ日本でやるならね、なんかその和製ゴジラっぽくてよいいのかなとか思うんだけれども、個人的にはね、わざわざハリウッド版ゴジラの焼き直しみたいなのやんなくてもいいんじゃないかなとか思うけど、ただまあファンは結構喜んでるみたいなんで、まあこれ結構好きな人多いんだと思ったら、まあそれはそれでいいのかと。好きな人が多いんだったらまあいいかなと思いますね。まあ僕はあくまで僕個人の好みとしてね、そういう思いはあるけど、まあまあそれはそれで正解なのかなという気もします。まあ僕はこういうね、昭和の平成ゴジラシリーズ育ちなんで、まあこういうゴジラも好きだし、まあ昭和ゴジラの感じも好きだし、だからゴジラのね、なんかこうレジェゴジラグーングーンみたいなバトルじゃなくて、どっちかっていうとこういう感じのゴジラがね、キューみたいな、わーみたいなね、あーみたいなゴジラが、うん、まあその感じはもうちょっと望めなそうだなと思って、その気持ちはもう捨てて、はい、もう全然違うゴジラ見に行く感じになるんだろうなっていうのは、そういうもうモチベで行こうかなと思います。まあ言っても、シンゴジラの時もですね、正直全く期待してませんでした。正直全く期待せずに行って、それでまあ僕のロイヤルストレートフラッシュ映画のね、人生マイベスト5の一本に入るぐらい好きな作品になったので、もうね、ゴジラはやっぱね、そんな期待していくようなもんじゃないです、そもそもね。やっぱ初代ゴジラこそ面白いけどね、まあそんな、もう絶対行くんだみたいなことじゃなくてね、やっぱりファンなら必ず行って、今年のゴジラはこうだとな、その味の違いをね、楽しむぐらいで、で、それでめちゃくちゃ面白かったら儲けもんかなって思うんで、まあ、そんな期待しないぐらいがちょうどいいと思います。はい。まあ、山崎隆だしな、みたいな、ぐらいの気持ちでね、いいんじゃないですかね。で、面白かったら最高ですよね、本当に。だから面白かったらいいなとかも思いつつ、まあ、あとどうやって倒すのかなみたいなね。大日本帝国のロボット出てくんのかなみたいなね。なんかヒットラーの化学兵器の秘密兵器みたいなのが出てくんのかなみたいなね。まあ、その初代ゴジラはさ、芹沢博士のね、オキシジェンデストロイヤーっていう、まあ、結構チートな武器によって最後倒せるんですけれども、で、もしかしたら今回もそういうね、なんか大日本帝国が、みたいな。密かに作り上げていた、みたいな。ヤマト、みたいなね。スペースバトルシップヤマトが出てきて、みたいな。もうそれこそ庵野監督に対抗するぐらいのね。山崎隆ユニバースでね。まあ、確かに、しかも山崎隆がね、僕の集大成になると思いますとか言ってたからね。もういろんなものが出てきてね。
戦ってもいいですからね、とか言ってね、まあめちゃくちゃなこと言って。はい。ということでね、まあ皆さんどうでしょうか。まあね、僕もこんな感じで、あとはね、劇場予告でね、もしかしたら君たちはどう生きるかの時に、劇場予告でね、少し流れるんじゃないかなってね、配信でね、言ってる人たちもいましたけど、まだね、もしかしたらそれもあり得ますからね、とりあえずティーザー出して、もうちょっと長いバージョン、映画館で見れるようなんてこともあり得そうだし、まあそういった何かしらの情報が出てきたら、また速報的に動画出したいと思いますんで、皆さんもね、今回の今のところゴジラの感じをね、期待値とかもありましたらね、コメントの方していただけると読みますんで、よろしくお願いいたします。まあ僕は今のところそんな感じです。はい、気になるところもいろいろあるけれども、本編見るのが楽しみですね。はい、以上です。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。さよなら。